酔いどれ小刀継留め書は、佐伯康秀による書き下ろし時代小説シリーズ。原冬者文庫から刊行されている。文春文庫から刊行されている続編の、新、酔いどれ小刀継留め書についても、本校で扱う。長身で外見の良い若者を、主人公とした作品の多い中、この、酔いどれ小刀継留め書シリーズの主人公の赤目、小刀継は、背が低く、 木図谷と評されるような風彩の上がらない男で、この時代としては晩年に近い49歳という高齢である。これは今までの作品の主人公とは正反対にしようとしたことと大酒飲みと設定した際に大酒を飲んで酔いつぶれるのは若い人間よりも年を取った人間の方が自然だと作者の佐伯が自分の経験から考えたからである。主人公の年齢が 他の作品の主人公と比べて、著者と最も近いということもあり、現実の自分に硬くしやすく、また、年配の読者からの評判も良いようである。親利拝借というアイディアは、各大名家の参勤交代の際の症状とも言える、親利を奪うということが、自分の殿様が受けた地辱のお返しとして、最も効果的だからという発想である。続編、新、酔いどれ衝突ぎめ書は、 作者の都合で中断することになった本作を、出版社を変更して再開したもので、江戸の知られざる異界をテーマにしたとのこと。政権十手は危険七手があるが、これ以外にも小刀次はその場に応じて繰り出した技に即興で名前を付けることもある。序の舞い流れ道切りさざ波々頭波返しやら波。 崩し波しぶき波雲波おろし箱舟座を突き座を刺し飛び片手水車水中串座しぎ座を座を飛ばし幻冬車文庫より観光文春文庫より観光おやり拝借酔いどれ衝継ぎと名所のタイトルで NHK 総合正月時代劇にて2013年1月1日にスペシャルドラマを放送続編となる連続ドラマが酔いどれ衝継ぎのタイトルで NHKBS プレミアム BS 時代劇にて、同年6月21日から9月13日まで放送全13回。キャストスタッフキャストスタッフ放送にて、舞台設定を文化、文政時代にして資料を読みあさったところ、この時期の特徴を表すイベントとして、大食い、大酒の大会が開かれていたとあり、これをもとに大酒の実という設定が考えられた。 新、酔いどれ衝継ぎ止め書一巻、神隠し後書きより、番組エピソード描き方も題材も様々。時代劇特集、から、NHK アーカイブス、竹中直人主演。BS 時代劇、酔いどれ衝継ぎ。2013年2月15日閲覧。おやり拝借酔いどれ衝継ぎ止め書に関する、カテゴリ酔いどれ衝継ぎに関するカテゴリありがとうございます。